こんにちは。日本人離れした演奏力、歌唱力で彗星のごとく現れ、今業界を震撼させている藤井風さん。今回は藤井風さんの人生に注目してみましょう。藤井風さんは1997年6月14日に岡山県里庄町に生まれます。家族構成は地元岡山でミッチャムという喫茶店を経営している両親と、陸、海と名付けられた2人の姉と、空と名付けられた音楽家の兄と風さんの6人家族。家族全員仲が良く、地元では美形家族としても有名でした。そんな温かい家庭に生まれた風さんは、音楽が大好きな家族の影響で、日常生活では常に周りに音楽がある環境で育ちます。3歳の頃からピアノやサックス、英語を、楽器が全く弾けず英語が話せない父親から手ほどきを受けています。その教育が実を結び、絶対音感を習得し、小学校高学年になる頃にはジャズ、クラシック、ポップス、演歌等ジャンル年代を問わず聴いており、一度聴くだけで耳コピしてすぐに演奏することができていました。小学生の終わり頃に父親から、これからは YouTube の時代と言われ、それに感銘を受けた風さんは、実家の喫茶店で撮影したピアノカバー動画を YouTube にアップし始めます。また性格が明るく快活だったため、学校でも人気者で友達が多くおり、頭もよく勉強もかなりできました。高校は岡山県内でもトップクラスの進学校で、東京芸術大学にも進学実績のある岡山城東高校音楽科に進学します。高校は音楽に没頭してきたエリートたちが揃い踏みでしたが、その中でも風さんの才能は突出しており、同級生が後に、初めてピアノを目の前で弾いてもらった時、こんな人がいていいのかと思った、自分も習ってきたけど悔しいを通り越して驚きと感動しかなかった、作曲して周りを驚かせたり応援団長をして何をしても面白かったと語っています。高校卒業後は大学には進学せず、フリーの音楽家として本格的に活動を開始します。また高校時代は忙しくてできなかった動画投稿を再開し、その音楽技術の高さと魅力的なピアノアレンジで大きな話題になります。そして2019年に岡山から活動拠点を東京に移し、同年には動画でその実力を見た音楽関係者からイベントや大型フェスの出演依頼が殺到して、その歌声、演奏を聴いたオーディエンスを虜にし、初のワンマンライブ藤井風ジャズ&ピアノザファーストを刊行した際には、オリジナル音源を全くリリースせずにチケット完売、追加公演まで行うほどの盛況を見せるなど、異例の人気を誇ります。同年の11月には初のオリジナル音源なんなんをリリースすると、DJ 松永さんや愛子さん、ヒャダインさんをはじめとするたくさんの同業者から絶賛され、ヒャダインさんはここ数十年の中で一番の天才、日本だけではなく世界でも通用するとコメントしています。2020年にはファーストアルバム Help Ever Heart Never をリリースし、これからの活躍も期待大です。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。またリクエストがあればコメント欄までお願いします。